もう帰っちゃうのかと思ったよ。帰んないよ、ここに住んじゃう。何飲むの？確かここのお店だったよね。うん、ちょっと緊張するな。カランカラン。わあ、わあ。いらっしゃいませ。わあ。あ、疲れた顔してたお客さん、はい、来てくれたんだ。はい。そうそう、疲れて顔してたお客さんだよーん。来ちゃったよーん。だからめっちゃ可愛くない？かわ、え、すご、可愛い。すご、可愛いね。あれ、なんかそわそわしてる？こういうお店は初めてだっけ？そう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 。そうだね。来たことないかも。そっか。それじゃ簡単にお店のことを説明しちゃおっかな。教えてー。確かに癒しがあればもっと仕事が頑張れそうな気がするー。決まりだね。あー、すごいね。あー、ごめんなさい。はい。注文聞いてなかったね。注文？はい、どうぞ。はい。こちらメニューになります。お、いただきまーす。そうだね、ドリンクでもいただこうかな。シグレーもね、お酒飲もうかなと思ったんだけど、お酒なくて。何飲むの？プルーン FE1 日分の鉄分飲むヨーグルトっていう紙パックのジュース持ってきました。持ち込み禁止やぞ。待って、高っ。ヨーマンド、はっ、10、100、1000万、10万。ひゃー、ちょっとこれ本当にあるのかな、ここら辺の高そうな酒。ちょっとわかんないわ。パカシオレッショ。私もいただいてもいいかな。いいよ。ちょ、何飲む？何飲む？キャストにドリンクをご馳走することができます。ドリンクをご馳走しないと他のお客の対応を優先します。そんなそんなホストみたいな知らんけど。気に入ったキャストにはドリンクをご馳走してみよう。ふーん、女性に人気、度数が低く。酔ってよ酔ってよ、やだやだ、度数低いのやだ。まあまあ、レモンサワーにしよう。レモンサワーにしよう。あげる。飲みな。美味しいよね、これ。好きなの。え、これ結構好感触だったんじゃないですか？かわいいね。わあ！わあ！わあ！え？いただきます。邪魔邪魔邪魔。メニュー邪魔。あ、パンツがなくなっちゃった。やっぱり、初めましてのお客さんだもん。ドキドキとワクワクで。胸が爆発しちゃいそう。爆発してそうですけどね。たはって、ダメだよ、ダメだよ。ここはお客さんに癒しを与える場所だもんね。でかいな。で、この子もすっごい。はい。私が緊張してたら、お、すごい、独り言が長い。お客さんだって落ち着けない。しっかりしろ、私。大丈夫だよ。はい。お、ということで、まずはあれをしちゃいましょう。あれ？仲良しになるための第一歩。え、何するの？え、何するの？何するの？何するの？乾杯しよう、まず。ハグはやばい。ハグは、もうちょっとね、狙ったタイミングでやる。乾杯しよう、乾杯。乾杯とか？いいね、いいね。ハートハート。楽しく飲む気満々だ。え、てか、めっちゃ顔可愛くない？お互いの名前を知ってからの方が、うん。仲良くなれると思わない？そうだよね。花菜ちゃん？花ちゃん？というわけで。お客さんのこと教えてほしいな。イラストレーターのシグレういです。あ、名前は神田ハイト。乾杯です。みんなからは俺乾杯って呼ばれてるんだ。そんなに見つめられるとちょっと。あはは、ごめんね。かわいい。あははって笑うタイプの女ね。お次は私の番。私はかなって言います。かなちゃん、どんな呼び方でもいいけど、名前は忘れちゃ嫌だよ。え、じゃあなんて呼んじゃおうかな。かななんとか呼んじゃおうかな。かななん、かなたん、かなたん、かなちゃんって呼んでもいいしな。かなちゃん、かなちゃん。じー、すごいね、でかすぎるとさ、ここに隙間がさ。いや、嫌だ。ドキドキしちゃうからストップ。ごめん。見つめられるのってこんなに恥ずかしいんだ。あ、ごめんね、ちょっとね、可愛くてつい決めちゃった。これからよろしくね、ハイトくん。これからよろしくな、かなちゃん。ハイトくん、お酒どうする？私はまだ大丈夫だから、うん、ハイトくんが
よければだけど。何？え？え？もうかかるの？俺たちまだ自己紹介しかしてないじゃん。これ家おしゃどうするの？帰宅ってこと？それともこの女たちが順こう回転寿司してくれるの？延長したい。延長つ。嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。やだ。何飲むの？いや昔俺でいいや。よくわかんないし。はい。私も何か飲みたいな。かわいい。何飲みたいか言ってみなよ。日本酒とかどう？あ、これ美味しいよね。あ、まあまあいいんじゃない？気づいちゃったんだけどさ、もしかして高い酒を下に置いて高い酒頼むとよりパンツが見えるとかない？ないか。それはさすがにちょっと店の陰謀が過ぎるか。じーじーせやで。やばっ、じゃあ店パンじゃん。初めてお見かけした時から思ってたけど、なんか優しい感じがする。じゃあそこに気づいてしまいました。しぐれゆうはね、結構ね、優しいってね、言われるんですよ、いろんな人から。もしかしてさ、かなちゃんさ、私のこと好き？ハイト君、優しい感じがする。私の第一印象って、結構当たるんだよ。優しいって特徴ない人に言うんだぞ。なんだお前、は？ハイト君、目が優しいよ。どうですか？優しい目してます？パチ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 。見つめ返すのは反則。かわいい。恥ずかしくなっちゃうでしょ。かわいい。かわいい。かわいい。顔めっちゃいいよね。残り二人の顔も見たいな。ハイト君まだ飲めそう？うん、無理なら大丈夫だよ。私は飲めるんですけど。で、他の子は気になるけどさ。したい。延長したいけど、でも、3000円ガンガン溶かすのは、延長すればチェンジできる。じゃあ、ありがとう。じゃあ、もう帰っちゃうのかと思ったよ。帰んないよ、ここに住んじゃおう。何飲むの？